ビリー・シャープは、イングランド・シェフィールド出身のプロサッカー選手。シェフィールド・ユナイテッド・ FC 所属。ポジションは、FW。初めは、ロザラム・ユナイテッド・ FC のユースチームに、在籍していたが、シェフィールド・ユナイテッド・ FC のユースチームに移籍。2004で英語シーズンにトップチームに昇格したが、試合出場は2試合に終わった。2005年、10万ポンドでスカンソープ・ユナイテッド。 FC に移籍。2006から07シーズン、リーグ戦で30ゴールを挙げ、チームのフットボールリーグ1優勝に大きく貢献した。この活躍から、多くのクラブが獲得に乗り出したが、フルスのシェフィールドユナイテッド復帰を選択した。しかしスカンソープで見せたような活躍はできず、ドンカスター・ローバーズ FC にレンタルで放出された。以降、様々なクラブを渡り歩いた。 プレミアリーグでプレーしたのは、サウサンプトン FC 在籍時、2012から13、シーズンのわずか2試合で、ほとんどの時間をチャンピオンシップ以下のカイリーグで過ごしている。2015年、当時は、イングランドのサンブリーグに相当するリーグ1だった、フルッシェフィールドユナイテッドに復帰。2016から17シーズンでは30得点を挙げ、勝ち点100での優勝。 二部チャンピオンシップへの昇格に貢献した。2018から19シーズンでも24得点を挙げ、チームのプレミアリーグへの昇格にも貢献している。2019から20シーズン、サウサンプトン在籍時の2012の13シーズン以来のプレミアリーグの出場を開幕戦で果たすと、82分からの途中出場ながら88分に同点となるゴールを決めた。 ありがとうございます。